世界にフォーカス、鶴光の政治ニュース。こんばんは、キャスターのもうすぐ太平洋で沈没二郎です。世界に起きているニュースの中からあえてあまり注目されてないという話題にフォーカスして、あえて防いでお伝えします。70代の男性、1分間の間に6回何をする？先頃イギリスのバーミンガムの街で70代の男性がわずか1分ほどの間になんと6回も何をするという出来事がありました。なお現地メディアによりますと、あれは出なかったということです。そろそろこれ、いや、いいですね、これは大丈夫かしら。ルーマニアの何職人が今の時期にぴったりの何を発表を。ルーマニアで40年以上にわたって何の職人として活躍するグリゴール・ラップさんが今の時期にぴったりの新商品を考案し、問い合わせが殺到しているそうです。実はラップさん、今年の5月にもアイデアあふれる何を制作してヒット商品となっていたそうです。それに続く第2弾は、さらに普通の何よりも長く伸ばした珍品。寒い冬もたったと大好評。ちなみにお値段は150ユーロ、日本円で18900円だということです。ヨーロッパではこの新商品大ヒットするのではとも言われているそうです。飛行ルートを GPS で追跡すると見事な何が出現。去年の暮れ、ドイツ南部コンスタンツ上空を飛んだ飛行機のルートを追跡すると何そっくりだったことが判明し話題になっています。実はたまたまではなく、パイロットのサミー・クレーマーさんが事前に GPS ルートを確認して意図的に飛行したもの。先っぽからピュッとあれが出るところまでリアルに再現し、その飛行技術にも注目が集まっているそうです。アナウンサーたるものはこのカフと言うて上げんことには音が入らない。気づいたら途中までしか上がってなくて、もう演技しても無理？あれの声を分析する機械開発される。本当に喜んでいるのかどうか、ついに分かる時代がやってきたようです。先頃韓国の企業があれの声を分析、その時の感情を検知する機械を開発しました。人工知能、すなわち AI を搭載したこちらの画期的な機械、音声認識技術をフルに活用しておりまして、あれの声から本当に喜んでいるのかとか、リラックスして大きな声を出しているのかといった生の感情を検知して、スマホのアプリにリアルタイムで結果を伝えてくれるのだそうです。ちなみにこの機械を使ってみた男性はもう頭をかきながらこう語っています。あれをしているときはただただ喜んでいるだけと思っていたが、実際には私が感じているのと同じように様々な感情があることが分かったよ。いやー、参ったね。もうベッドの上のあれの声を聞いて、いつもあなたはどう思っていらっしゃいますか？はい、前島かの。もう耳塞いちゃいましたよ、私途中で。もう全然ニュース集中できない。何の話だ？真面目に読んでるんですから。もう痛っ！もう耳塞いでお二人の声入ってくるんですよ。声量がすごい。すっごく欲しいの？アメリカでムクムクと膨らんだ何を目当てに大行列。先頃アメリカで去年の秋から一度もあれを出していない何が大人気に。ムクムクと膨らんだこちらの何を目当てとした大行列が発生しました。何はついにこの度あれをドピュッと大放出する見込み。今全米の女性たちが私のあれにいっぱい入れてほしいのにと少しばかり下品な本音をついつい漏らしてしまっているということです。さあ、前はカノンへ。もくもくと膨らんだなんか一体何でしょうか。 100% 何でできたあれをごっくん。そんなこと言うわ。ドピュッと出るあれをごっくんするのが大好きという方は多いと思いますが、握りしめる何をあれに変えようという研究が世界中で行われています。アメリカに本社を置くグローバル企業はあらゆる観点から何を研究し、必ず解決策を見つけるとあれの開発に意欲的で、近い将来あれでできた何を握る女性が主流になるかも。うーん、
さあ何の先になんだねえなんだなんだカプセルあれこれしかないと思うごくんですよねそうですよね、はい、海もないこれはもうって思いましたよ、まあ、私ドピクセルあれをごくんこれぞ究極の愛の形ウクライナのカップルあそことあそこをつなげたまま3ヶ月過ごすすごいね先頃ウクライナ在住のカップルが愛を確かめ合うため互いの大事なあそことあそこをギンギンに固い何でつなげた状態で3ヶ月過ごすというおよそ信じがたい行為をスタートさせ話題を呼んでいますニュースを知った人たちからは正直言って私なら5分くらいが限界だ若いからこそできるんだろうな応援するぜなど2人を激励する声が飛び交っているということですさあ前島かのギンギンに固い何あれを何にはめたまま泳ぐ姿を激写そんなことできるかいな先頃アメリカニューヨーク州ロングアイランド湾であれに何をはめたまま泳いでいる姿が目撃されちょっとした騒ぎになりましたなぜ何をはめたまま泳いでしまったのかは謎ですがおそらくパニックになってしまいパコパコしたまま海にドボンぐるぐると回るように沖まで流されたところで駆けつけた係員に救助されたということですさあ好き者カノンなんで私なんですかいやあれよニュース原稿が悪い私何もしないんですよでこれ吸血鬼なんて、松山さやかのことをおみやこの吸血鬼は言ってました私そんなこと一言も言って覚えて皆さん事実無根ですから続いてお伝えするのもオークション関係のニュースです、はいもっこりびっくり90度作り物のカチンコチンの固い名にオークションに出品されるもう師匠何出してるんですか先頃アメリカのダラスを拠点として行われたオークションで電源を入れると動き出すカチンコチンの固い名にが11万4000ドル日本円にしておよそ1200万円で落札されました、今負けたなこちらの固い名にスイッチを入れると右に左にと激しく動くとのこと間から始まるあれがたまんないと女性たちが夢中になったとも言われていますキノコのようにもっこりびっくり、夜中に一人で楽しむには最高ですよねはい、さあいうことでわかんないですよ世界初筋や血管も忠実に再現された何を 3D プリンターで作成に成功先頃イスラエルの企業が見た目も質感も忠実に再現された何を 3D プリンターで作成することに成功しました筋張った見た目や浮き出る血管刺激をすると汁が出てくるところなど我々に馴染みがある何をそっくりそのまま再現できるのを見つめていた女性の中にはため息を漏らす人や思わず手を伸ばそうとした人もいたそうですすごい時代になりましたね、何をプリンターで再現できるのか、もしかすると安倍さんもびっくりしてるんじゃないでしょうか、さあイスラエルで人工的に作られた何てつまり何でしょうか全米大興奮ムキムキのでっかい棒から白いあれ飛び出す名は体を表すとはこのことでしょうかつい先頃でっかい棒みたいな感じの名前の男が2日連続であれをしました自身の硬くて長い何を握りしめたムキムキの彼はここぞとばかりにフルパワーを全開びしょびしょに濡れたあれをめがけて発射された白い何はものすごい勢いであれの奥のあそこまで一気に到達しました女性たちは化け物みたい凄まじいの一言よ彼はいつだって楽しませてくれるのと大興奮ちなみに彼はショートカットが好みなのだそうですでっかい棒みたいなカニの名前の男何の話でしょうかねいやこれ何でしょうでっかい棒みたいな感じの名前の男固くなった何を誤って挿入アメリカフロリダ州の男性があれをする際硬くて長い棒状の何を本来挿入するはずの穴ではなく別の穴に誤って挿入してしまったことが分かりましたあたりに液体が漏れてしまったものの駆けつけた消防隊員が安全に取り除き怪我人はいなかったとのことですニュースフォーカス今朝の産経スポーツには我らが小福亭鶴光師匠の記事が掲載されています、早朝ですが見出しをエコー付きで紹介したいと思いますどうぞ鶴光大興奮キャーもっこり90度
昨日二代目サンスポ55クイーングランプリ2人が鶴光の噂のゴールデンリクエストにゲスト出演しました。ビキニ姿の2人が乱入すると鶴光師匠はギャーもっこり90度と大興奮鶴光師匠の彼氏いてるの?のど直球の質問には2人ともいませんと笑いながら即答。大御所をメロメロにしていましたと記事で紹介されています。おお、写真がすごいね鶴光師匠がこれあのピンク色のこれ番組では尿意棒というふうに言ってましたっけね、はい、お寿司とかけてお寿司とかけまして、はい、好きもんの女性と解く好きもんの女性と解くその心は握って口に入れますほんまやさあビューあ東島さんが笑ってるほんまや握ってや握ってほんまや握って口に入れるわ運動会とかけて、はい自分のものをいじってる人と解くいじってる人と解く、その心は棒倒しも玉入れもあるでしょこれかそれこれやろそれやこれが欲しかったやるなこっちゃんこれや東島も笑ってるこれやでめっちゃ押してるもうこの東島見てこれ笑ってもらって鶴光師匠ワールドに入ってる顔真っ赤に開いてしまった真っ赤に開いてないですよ閉じてますよ閉じてますわラジオやからってこんな東島さん初めて見た運動会とかけて、はい、男と女の合体ととおー、その心はこれ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 はどうやっちゅうね東島はもう興奮してるけど東島さん、すごい鶴子賞の謎かけ好きすぎませんすごい興奮この子ね、鶴子賞一方そのエロ女と言われてる大丈夫ですか最終回前にしていろいろわかったなエロ女なのか恥ずかしいすいません。短い時間ありがとうございました。短い時間でした。すいません。いらっしゃってください。あ、そうなんですよ。東島さん。白を基調にして、ね。白を基調にして。白っていうか、白を中心に。肌に近いピンクの。はいはい。で、お肌がちょっと白いとピンク寄りで。はいはいはい。もうちょっと乳触りたい。あら、あら。ほら、もうちょっと。失礼します。触っていただけるんですか?ちょっと触ってるんだよ、ほんまに。すごいね。ちょうどいい、こう、ふわっと。柔らかい。お疲れ様でした。ゆうさんでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。この時間ですね、日本放送耳キュンキャンペーンと題して募集してきたあなたが聞くとキュンとなる自分の好きなパーソナリティに言ってほしいセリフ。増山さんの出番でございますよ。やりますか。ありがとうございます。今日の新婚の当時をできるかな。お願いします。お帰りなさい。今日もお疲れ様。お風呂にします？ご飯にします？それともあれにします？よいしょと。いかがでございましたでしょうか、ね、あれはなんだかっていう話ですね、うん、会議の可能性ですよねこの後11時からテレフォン人生相談です。今週は失われた日常一つ屋根の下の悲劇です。今日は39歳男性から妻の携帯電話の着信内容から不貞行為が分かった、自宅からは性行為に使うグッズも出てきた、この先どうすればよいかというご相談です。パーソナリティは加藤泰造さん、回答者は酒井誠さんです。あの専門家の用語って時々なんか全然分かんないやつありますよね、はい、あの例えばあとは賃金構造基本調査って出たんですけど、まあ、これはみんな賃工賃工って言ってます、はい、いや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 、そんなこと聞いてませんよ、ね、同じ厚労省の統計だったんで、みんな略して言っちゃうんです。へー、あの同じように分かんない言葉ってその業界の専門の人は分かるけれども、一般の人聞いて分かんないってこといっぱいで、何ですか、賃工は何ですって、ま、賃金構造基本統計調査、それ賃工、いやいや、人口って言うんですか、はい、そうですね、はい、すいません、ちょっと全盛期の小言温泉というのは日本中から男性客が集結したんですよ。男性客が、はい、うん、もう男性客専属温泉地みたいなところが昔はあったんです。今は結構ね、ファミリーオリエンテッドでファミリー客もこう受け入れてますけど、一時ですね、一時あのね、大きな声では言わないけれども石鹸のことを英語で言ってみてください。ソープ、そうですね言っちゃったじゃないですか、あ、ごめんなさい。いやいや、別に石鹸のことを英語で言うのは構わないじゃないですか。石鹸のことを英語で言うことに関しては何も不都合はないわけですよね。ちょめちょめでリフレッシュ。何、北海道函館市の施設で全国から訪れたあれがちょめちょめをして気持ちよくなりました。
あれは足で何を描いたりほにゃららをごっくんしたりして背中に何を当てられると気持ちよさそうに目を細めていたとのことです。ニュースフォーカス。はい、ではここで問題です。テレフォン人生相談、明日はエッチ画像を見て家庭内別居になったんだけれども妻に信じてもらいたいという49歳の男性からのご相談。パーソナリティが加藤泰造さん、弁護士の坂井誠さんが回答者です。画像にもよるかな。は？仕事ができないと叱られ、セックスに愛がないとなじられ、それでも夫に愛されたい。月曜から金曜午前11時からのテレフォン人生相談、16日からの1週間は特別企画、不倫 DV 死別、愛を見失った夫婦対